木さんといえばパターですから、もうパターで飯食ってますから、荒木さん。パターで飯食って、はい、ですよ、パターで飯食ってるんですよ。カレーこれで食べます。カレーこれ、そういうこと。はい、今日はですね、荒木美優プロに来ていただきました。はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。今シーズンはステップアップ、はい、ツアーを中心に今シーズンね活躍されていて、ね、ベスト10フィニッシュも、ね、何度かあったりとか、はい、検討中でございます。はい、でそんなね、まあ、ステップアップも、ね、試合数が今すごい増えている中で、連戦の中で、どういったクラブをチョイスされているのかっていうのを今日は説明していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ早速ドライバーからいきましょうか。はい、はい、ドライバーはジャンプシャフト、はい、リボルバーの RR ですね。でヘッドが AI スモーク、これはトリプルダイヤマックス、トリプルダイヤマックス、トリプルダイヤマックス、はい、ちょっと隠してますね。隠してます、鉛で隠してます。秘密です。リボルバーの RR はなんでこれにしようってなったんですか。なんか何種類か試したんですけど、これが一番タイミングがあって、うん、なるほど、飛距離が飛びました。なるほど。リボルバーの RR はやっぱり最軽量で、うん、振動数も、ね、190ぐらいしかないんで、すごい柔らかいシャフトを使ってますね。はい、重量は39g でございます。はい、悪い。でフェアウェイウッドがこの流れと一緒かな。でリボルバーの RR、これドライバー用を入れてますね。フェアウェイウッドじゃないですよ、これドライバー用を、入れてる感じになりますね。これチップカットしてるんですよね。はい、はい、先端をチップカットして、ちょっと強度を出しつつという感じになりますね。はい、うん、ヘッドは AI スモークのトリプルダイヤの5番ウッドですね、これはね。はい、という感じです。はい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 、いきますよ、どんどんいきますよ。職人これ一緒やな。いや、これは一緒で、ユーカスイキユーティティ、はい、いきます。はい、どうぞ。はい、じゃん。はい、アイエレベーションの 50S ですね。うん、はい、アイアイニオをユーティティに入れてます。ヘッドは AI スモークのアックスファストの6番。これ6 U ですね。 U は6と5が入ってますね。はい、これマックスファストなんですね。これはマックスファストを入れてますね。はい、はい、理由はちょっと分からないで、はい、理由は分かりません。理由秘密です。企業秘密。はい、あ、企業秘密ですよ。はい、なるほど。はい、アイアン用のシャフトは UTT に入れてるんですよね。これね、工房、うん、さんの話にもなるんですけど、はい、このねヘッドのね、あの内径とシャフトの外径で、アイアン用ユーティリティに入れることできますんで、皆さん、ね、うん、ちょっとコストを抑えたいみたいな人とかいたらぜひやってみてください。うん、すごくいいです。はい、でアイアンはね 40g からありますんで、ぜひぜひ試してみてください。幅広いですね。でアイアン、じゃん、はい、アイアン、アイエレベーション 50S。 50S、はい、50S です。ヘッドは水プロです。水プロです。水プロ、はい、水プロです。結構長そうですね。これもどれぐらい使ってます？わかりません。はい、もう製造です。知りません。もうわかりません。はい、結構長いです。はい、結構長いです。はい、知りません。女性にはあんまりそういうこと聞いちゃいけないんです。ダメ、絶対。はい、次行きます。セクハラになりますからね。はい、ウェッジいきます。ウェッジは、これ懐かしいですね、これこのシャフト、これ懐かしい。 NS プロの750ですね。R か、柔らかすぎるから。 S だと思う。 S？ はい、S です。S らしいです。多分。はい。750S。はい。皆さんこれ懐かしいですね。最近あんまり見ないですね、これ。見ない。これ懐かしいですね。あんまり見ないですね、最近。柔らかすぎる。はキャロウェイのなマックダディなんですか。これわかんない。なんかここに文字書いてあったけど、隠しちゃってるから。マックダディの気がする。あ、違うわ。ジョーズローか。フェイスノーメッキのやつですか。フェイスノーメッキ。ジョーズローですかね。はい、ジョーズローです。はい。ジョーズロー。はい、ジョーズローです。これがウェッジが上手になる。うまい。よ、はい、よ、はい、ありがとうございました。ちょっと帰ろうとして帰ろうとして。パター行きましょうか。パター、荒木さんといえばパターですから、もうパターで飯食ってますから、荒木さん。パターで飯食って、はい、本当ですよ。パターで飯食ってるんですよ。カレーこれで食べます。カレーこれ、そういうこと。そっちの。はい、パターはね、これね、多分みんな知らないかもしれないです。ブラックナイトのこれ WP2 っていうモデルで、 WP2 これカタログに載ってないパターシャフトなんですよ。通常のブラックナイトよりもちょっとだけ重量が軽いんです。なんでブラックナイトでちょっと重すぎるなっていう人とかは、この WP2 とかね、
これカタログいないんで意外と使ってる人ほとんどいないと思う。注文はできるんですか？注文できます。なんで言う方は直接言ってもらえれば。なるほど、大丈夫ですよ。でヘッドがこれですね、ドライホットです。トリプルワイド、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 はい、はい、すごいですよ。これやったらもうカレーも食べれるんじゃないですか。確かに乗るっすね、はい、カレーとご飯乗せる、はい、そう。これ長いっすよね。これ長い。これどれぐらい使ってます？知りません。知らないです。クラブは分かりません。知らないんです。お任せです。はい、クラブはもう荒木プロは全部あの、はい、任せたっていう感じで、ね、感覚派っすね、はい、いやもうあの打ってよかったら何でもいいという感じのタイプなんで、はいはい、そういう感じでございました。はい、ケレワクレーブ、はいはい、本当はね、今日荒木さんにもねちょっとこう打っていただきたいんですけど、全身ちょっと筋肉痛でちょっと今日は打てないってことなんで、はい、また NG、はい、打つ動画はまたね別日々で、別日で撮れたらいいなと思いますので、またその時はぜひご視聴ください。打ってください。はい、じゃあ以上になります。はい、はい、今年もね荒木プロ頑張ってねステップ上位に入って、まあ来年ステップのシードもしくはねツアーのシード取れるように皆さんで応援しましょう。はい、頑張ってください。頑張ります。はい、以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。